はいどうも、発狂マシンガンダンスです。今回はフォーメーション紹介ということでやってまいりました。ということで、まあ見ての通り、まあ1週間ぐらい新フェーズになってから、まあ1週間ぐらいでまあレート1800、まあちょっと今までにないぐらいの調子を叩き出してると。で、勝率も 71%、 いやちょっとね調子良すぎるということでね、まあその調子のいいね、めちゃくちゃ強い方面、人選紹介していけたらなと思います。ということで、もう早速紹介していきたいと思います。それがこちら、ポルトガルフォーメーということで、まあね、だいぶ前にもまあポルトガルフォーメー紹介したけど、まあ人選もいっぱい変わってきたね。なんかちょっとメンバーがすごく変わっているね。ちょっと前の映像ねって感じで、ポルトガルフォーメーバチクソ強いということで、まあ、人選解説やっていきたいと思います。ということで、まあ、キーパーはいつも通りティンボー・クルトワ、ここはもう誰でもいいです、もう信頼してるキーパーで、まあセンターバック2枚はまあライブアップで優先しつつ、まあ強いセンバ2人、まあライカと、まあ、ファンダイクと、まあ、センバ2人もまあとりあえず強い2人、まあ両サイドバックのまあプレースタイル、まあそこまで別に気にしてないかな。まあ守備的の冨安さんでも全然いけたし、攻撃的でも全然いける。ただまあ正直もう何でもいい、バック陣はね、まあ、そこまでこだわりはないかな。もうとりあえず強い選手入れておいてください。バック陣はとりあえず自分が一番強いと思っている選手たちを入れるのが一番いいかな。バックにそこまでこだわりはありませんということで、まあ、DMF もまあアンカーやったら正直誰でもいいかな。とりあえずアンカーでまあ一番使ってる選手とかでいいと思います。まあここより下はもう正直もう信頼してる組でしょ結局。まあでも意識してほしいのは、まあ、ファンダイクね、ちょっとね、まあちょっと事故りやすいのがちょっとまあ感じる部分があるから、まあできれば、まあ、いたらでいいですけど、できればこうやって足元ちょっとあったりは、ライカ強いな、まあ、瞬発とかあるとすごくいい。まあだから冨安とライカとかもめっちゃ強いと思うけど、ファンダイクもまあ別にやれるかなと。では CMF2 人、まあここはまあとりあえずパス上手い選手かな。まあできればプレーメーカーがいいかも。プレーメーカー2人はいい動きなよな、やっぱプレーメーカーいいんよな。できればプレーメーカー、まあでもプレーメーカー、まあ選手結構少ないし、まあそんないい選手いないよっていう人は、まあとりあえずスルーパー持っててパスが上手い選手って感じかな。まあちょっとこねやすくて、まあこねれて、まあ、ダブタもあればいい。でワンパスルパ、ここ大事かな。まあとりあえずスルーパーは絶対欲しいねって感じで、まあとりあえず最優先はパス、そこです。でまあその次にドリブル系みたいな感じかな。その次にまあプレーメーカーにしてもらえればなという感じで、まあでもプレーメーカーね、通常でもまあ結構いい選手いると思うんで、モドリッチ、デヨング、キミッヒとか、まあそこら辺もいるんで、まあもしよかったらまあ通常まあ獲得してみるとか、別にプレーメーじゃなくてもいいかって思う人はね、まあとりあえずパスない選手入れといてください。でまあ OMF2 枚はまあちゃんめがいいんかな。でまあとりあえずダブダコンカ狙える選手でお願いします。ダブタ今回はもうバカ強い。で、まあできれば、まあワンパスで持ってるといいかな。まあメッシ、最強。で、まあネイマールもね、パスめっちゃうまいよ。まあ、スルパ持ってないけど、まあスルパみたいなパスするし、ネイマールは簡単。メッシはまあ無料配布のメッシでも全然 OK ですと。で、感じでまあトップはもうライブレ、必須で。今の環境はもうライブレです。もうドーンよ。ドーンでいけるから。ドーンでもドーンでいけるから。ここの二人のスルーパーからムバッペのドーンで、やれます。はい。もう爆速で決定力がある選手を置いといたらもう勝てます。はい。それだけです。ピルロ、シャビからのパス、ムバッペドーンか、メッシ、ネイマールのダブタコンカでドーンか。もうそれで勝てます、このゲーム。で、まあベンチ見ておくと、まあ、爆速決定力ある、フィリップス。結構優秀で、まあ、チャンメで、まあ、ドリブルあってパスもできて、蹴ってるか、まあ、そこそこ。って感じで、まあ、逆足もできて、まあ、だ、根拠ないね。でも、まあ、ワンパススルーパー持ってる。素晴らしい。まあ、スルーパー持ってる選手結構ね、優先したいかなっていう。マジでスルーパー環境すぎるから。で、まあ、クライフはもう空強いと。で、まあ、バルベルで、まあ、結構守備もできて、まあ、後半から活躍してくれます。で、まあ、ガビと繋いでる。
まあ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 、プレ目じゃないけど、まあ後半はまあいいかなと。ではダニオルも、動画見てください。めちゃくちゃ強いです。通常です。って感じでね、もう試合見てもらったらわかると思うんでね、試合行きましょう。さあ、1試合目行きましょう。調子は、そらいいよと。いやー、ちょっとね、レートがかかってるということで、あまり喋れないかもしれないですが、とりあえずこの方面はね、攻撃がめちゃくちゃしやすいということでね、まあ、そこを見てもらえればなと思います。まず開幕はもうこの、ここのパスうまいやつから、このムバッペで、あ、まあ惜しい。これ狙ってください。開幕はもうこれでいけます。うん。CMF からもライブレでドーンでいけますんでね。とりあえずね、パスがめちゃくちゃ回しやすい。そこが魅力かなと。でも CMF、OMF がめちゃくちゃいい抜け出しをしてくれて、セパハンに形は似てるんですけどね、まあ全然違うんですよね。CMF の位置の人も結構守備もしてくれるっていうのがポイントかな。OMF の抜け出しがやっぱめちゃくちゃいいよ。ほら、この位置まで来ると。で、まあこの落としてこっち。これ、これ。あー、オフか。このムバッペ当てて CMF 落としてサイドに散らす。これが一番強い攻撃。うん。この形をね、結構何回もできるんでね、これ覚えてほしい。ムバッペ、CMF、OMF って感じ。さあ、ムバッペ。いや、惜しい。もうこのライブレにね、とりあえずスルパ出しときは結構いける環境なんでね。まあ、守備も同じでも、そのスルパを警戒するのが結構大事かな。マジでスルパが強すぎるんで、今。そこを警戒してもらいたい。いや、ここにもいるっていうね、シャビ。これ、プレーメーカーの動きなんかなと思ってます、勝手に。これ、これ、この攻撃マジで覚えて。今、切り込んで、これ横、これ、横パスワンシュ、これです。この攻撃覚えてください、とりあえず。ムバッペ CMF、OMF。何回も言うけど。この形がマジで強いです。よし。開幕はね、もうこの頂点しっかり警戒してください。これ、危ない。これ、これマジでいかれるが、ここをとりあえず警戒して。マジでやばいから。マジ開幕はこういかれたら終わるから、ほんまに。それ警戒してもらいたい。まあ、開幕だけではないけどね、正直言って。さあ、ダブタコンか。これです。ダブタコンかめちゃくちゃ入るんで、今。さあ、ここ。レオン警戒。オッケーオッケーオッケー。とりあえず、まあ、アンカーを下げるか、まあ、ライブレのトップを下げとくかみたいな感じにするといいんかな。まあ、攻守レベル上げるのも、まあ、おすすめ、守備の方。いやー、ナイス。これ、ワンパうまいな。あー、ちょっとしくじり。しくじり先生かました、それは。もう、ネイマール。ネイマール。あ、入らない。ああ、入らないか。ちょっとネイマール劇場入っててんけど、入らないか。いや、ちょっと入れたかった、それは。ああいうとこしっかり決めたいですけどね。いや、レオンがやばい。レオンがちょっと、このゲームチートすぎる。SC。入らないか。スーパー強いからね。こういう感じ。突っ込みすぎるとね、スルパでやられるから。ペイ。ちょっと今危うかったけどね。あー、ここでギブアップ。やっぱ強すぎますね、この方面。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、マジで強すぎる。もうこれ使っときゃもう勝てます。はい、もうとりあえず強い、勝てます。ということでね、もうぜひ使ってみてください。もう人生もね、まあ良ければ参考にしてみてください。ディビュアンいきます、これ使えば。ということで、良ければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。